属したい。パソコンは NEC。 なんだいこの見積もりは。大体君にはね、ガバナブリーって言ってもの。お役に立ちたい。パソコンは NEC。遊びもフリースタイルが気持ちいい。僕たちの98 NEC ラップトップ98。コムスターをパソコンにつなぐとパソコン通信ができる。コムスターをパソコンにつなぐとコンサート情報が手に入る。コムスターをパソコンにつなぐとラッキーなアルバイトが見つかる。コムスターをパソコンにつなぐと日本中にボーイフレンドができる。秘密にしたいほど面白い。 NEC パーソナルモデムコムスター。 NEC。 僕はファクシミリが欲しいな。僕は留守番電話が欲しいな。また意見が分かれちゃったね。困ったな。大丈夫。こちら一人二役、留守番電話付きファクシミリ、スピークス2 NEC。 皆さん、これはファクシミリです。違うよ、留守番電話だよ。私は留守番電話付きファクシミリです。なんて名前なの？ NEC のスピークス2 NEC。僕は口づけをしたい。ところが私は C&C フェアに行きたい。僕は口づけをしたい。けれど私は C&C フェアに行きたい。 NEC 春の C&C フェア。あなたにワープロあげたことの意味わかるわよね。あなたにワープロあげたことの意味わかるわよね。なぜワープロをあげたかわかるわよね。二人の機械 NEC パーソナルワープ。ワープロ祭り実施中。あなたにワープロをあげたことの意味わかるわよね。なぜワープロをあげたかわかるわよね。二人の機械 NEC パーソナルワープ。夢にわがままです。 NEC オフィスプロセッサー A シリーズ。夢にわがままです。 NEC オフィスプロセッサー A シリーズ。最前線の顔は温かい。 NEC オフィスプロセッサー A シリーズ。 NEC。可能性と暮
らしたいの。 NEC のパソコンは今300万台。 NEC。NEC のパソコンは今300万台。野村先生の宿題字が汚くてやる気しない。全然やる気しない。簡単で綺麗に打てるワープロありますか？それならこのワープロです。しかも使えば使うほど言葉覚えちゃうんですよ。本当だ。ワープロ買ったんだ。買ったんだ。文豪ミニ 5HD 新発売。 NEC。 野村先生の宿題字が汚くてやる気しない。それならこのワープロです。しかも使えば使うほど言葉覚えちゃうんですよ。本当だ。ワープロ買ったんだ。文豪ミニ 5HD 新発売。C&C フェア、アニマルライトかパソコンが当たります。NEC 夏の C&C フェア。誰にも止められないこの広がり、この活躍。引き込まれてゆく君は立ち止まることはないさ。豊富なアプリケーションソフト、振り向かない時が回り出して、簡単、便利、高性能、いつも身近なパソコン、 NEC のラップトップ。ビデオで覚えるワープロか。それは便利そうですね。ビデオで覚える。ちょっとここで見て帰ろうか。そうしましょう。説明ビデオがもらえます。帰ったら早速始めようかな。ビデオだったら簡単ですよね。なるほど。文豪ミニ 7R 新発売、説明ビデオのおまけ付き。一晩でできちゃったよこれ。いやー、 NEC ビデオで覚えるワープロ。ちょっとここで見て帰ろうか。はい。ビデオで覚える。説明ビデオがもらえます。帰ったら早速始めようかな。ビデオだったら簡単ですよね。なるほど。文豪ミニ 7R 新発売。おかえりなさいな、おかえりなさいよ。ボーナス出ました。おかえりなさいな。はい、買いましょう。おかえりなさいよ。買いますよ。 NEC 冬の C&C フェア。心に会える、笑顔に会える、いつも With You。 そんな技術で会いたいね。 NEC。 世界中探してもあなたは
飛ばせば心にあえる笑顔にあえるいつも With You そんな技術でありたいね。 NEC こいつ98ノート持ってます。上狙ってんだよな。え、おい、上狙ってんのか。上狙ってんだよな。NEC 98ノート新発売。こいつ98ノート持ってます。上狙ってんだよな。おい、上狙ってんのか。上狙ってんだよな。 NEC 98ノート新発売。部長、 87% ですよ。日本の会社の 87% が SIS を本気で考え始めているんですよ。これからの会社に必要なのは SIS ですよ。間違いなく SIS です。広告だってこの通り。うちの会社もうかうかしてられませんよ。どうします、部長。 SIS は NEC。 NEC 部長、 87% ですよ。日本の会社の 87% が SIS を本気で考えています。広告だってこの通り。うちも SIS やりましょう。 SIS は NEC。 NEC SIS やりましょう。社長、今こそコンサル校をしっかりつけてライバル会社に勝つチャンスです。そのためには SIS が必要なんです。社長、戦略社長になってください。ちょっと SIS ですよ社長。 SIS は NEC。 NEC とても好きな生活です。Sea Life Fair。 とっても好きな生活です。 Sea Life Fair。お前いつも98ノート持ってんのな。最近の若いやつは形から入るからな。形からですか。そうだ、仕事も人生も全て形から入るんだ。 NEC 98ノート。お前いつも98ノート持ってんのな。最近の若いやつは形から入るからな。形？そうだ、仕事も人生も全て形から入るんだ。 NEC 98ノート。買うしかないですよ先輩。そうかな。当たり前ですよ、野村先輩ともあろう人がまだ持ってないなんて。そうだよな。よし、売り場に戻ろう。文豪ミニ 5RD 新発売。でもな、衝動買いは良くないよな先輩。あのワープロ、会社のパソコンとフロッピーでやり取りできるし。そうだよな。よし、戻ろう。文豪ミニ 5RD 新発売。でもな、 NEC 衝動買いはやめような。衝動買いは絶対やめようなな。文豪ミニ 5RD 新発売。決断力だよな、ビジネスマンは決断力だよな。文豪ミニ 5RD 新発売。近頃パソコン元気ですか。もっと友達欲しいとか、もっとワクワクしたいとか、はっきり言ってコムスターズが足りないよ。こんなに広い世の中なんでもパソコン通信で遊ぼう。コムスターズでパソコンをもっと元気に。パソコン通信モデムは NEC のコムスターズ。ずっとこの鍵を
ピークス。NEC スピークス3ファクシー入りなら素直に言えるね。部長出ました、 SIS の決定版新しい NEC コンピューター。部長、 SIS には乳酸で100、この乳酸で100ですよ。部長、隠れても無駄ですよ。見つけた。ん、部長、昼飯より SIS ですよ。SIS を成功させるためには NEC コンピューターが必要なんです。部長、SIS は NEC、 NEC 部長、 SIS の決定版新しい NEC コンピューター、 SIS にはこの乳酸で100、昼飯より SIS、 SIS には NEC コンピューターです。SIS は NEC、 NEC。98ノートで最近仕事頑張ってるらしいじゃない。おいしい仕事だけ選んでるのよ。おいしい仕事？この頃の人はね、おいしい仕事だけ選んでるのよ。ねえ。NEC 98ノート。NEC。98ノートで最近仕事頑張ってるらしいじゃない？ええ。この頃の人はね、美味しい仕事しかしないのよ。ね。NEC 98ノート。NEC。夏の極楽情報生活 NEC 夏のシーライフフェア、7月31日まで。この夏、情報生活人になろう。 NEC 夏のシーライフフェア、7月31日まで。あ、野村だ。ワープロ買うって言ってたけど、まさか昼休みに行くとはな。決断早いからな、あいつ。しかしワープロっていざとなると何買っていいか分かんないよな。でもビジネスマンだったらやっぱ1台ぐらいは欲しいよな。そうだよな。だけどこれっていう決め手が難しいよな。あ、でも最近は互換性が重要らしいけどな。互換性。パソコンと文書互換できる文豪ミニ 5RD。 あ、買ってきたんだ。あの村だ。どこ行くんだあいつ。このワープロ文書交換ができるんですか。現金をお確かめください。すいません、さっきの。パソコンと文書交換できる文豪ミニ 5RD。 あ、買ってきたんだ。部長、出ましたね、新しい NEC のコンピューター、 NEW3100。 SIS 成功のためにはこの NEW3100 です。 NEC コンピューターで SIS ライバル会社に勝ちましょう。業界ナンバーワンになりましょう。ぼやぼやしてると置いてかれちゃいますよ。さあ、社長のとこ行きましょう。ヒーヒーヒーばっかり言ってんじゃない、部長。 SIS は NEC。 NEC。 原田さん。あ、野村くんじゃない。原田さん、幼稚園の先生になったんだ。うん、そうなの。あ、ほら、ミカちゃんダメですよ。あれ、なんでそれ。あ、ワープロ。買ったんだ。今度さ、クラス会があるから内情作ってくれない？いいよ、ちょっと待ってて。ほらほら、こっちでしょ。今度の文豪ミニはあっという間のアットプリンター。ほんと早いな。できたよ。え、もう？あ、いけません、強しく。あっという間のアットプリンター、文豪ミニ 5RX 新発売。 NEC。 野村。あ、山下、試合なんだ。おお、何それ、ワープロ。うん、じゃあさ、今度のクラス会の通知、野村作ってよ。いいよ。じゃあ早いとこ頼むわ。今日は勝てよ。今度の文豪ミニはあっという間のアットプリンター。ほんと早いな。できたよ。負けたよ。あっという間のアットプリンター、文豪ミニ 5RX 新発売。 NEC。 野村、ワープロ勝ったよ。おお、じゃあ今度のクラス会の通知頼むわ。今日は勝てよ。アットプリンターつきました。早いな。できたよ。負けたよ。アットプリンター付き文豪ミニ 5RX 新発売。
おお野村、ワープロ買ったよ。じゃあ早いとこクラス会の通知頼むな。ああ。アットプリンター着きました。ほんと早いな。できたよ。サンキュー。アットプリンター付き文豪ミニ 5RX 新発売。あ、ご覧のようにハンディパソコンといえばハンディ98です。あ、ご覧のようにハンディパソコンといえばハンディ98です。ああ、ご覧のようにハンディ98新登場。 NEC。 あ、ハンディ98。あ、ハンディ98。ああ、ハンディ98新登場。98シリーズとつないでソフトも組める。発展する電子手帳 NEC の ET 登場。ビジネスも発想もぐんと広がる。我らに自由を。 NEC スーパーステーション EWS 4800。 NEC。 NEC のオープンシステムで我らに自由を。 NEC EWS 4800。しみるなら素直に言えるね。 NEC。 ご報告します。我が社の SIS の成功はあの NEC と組んだことにありました。強力なアーキテクチャ AVX、IDP3、RDB など NEC オフィスプロセッサー独自の戦略システムが強く差が出る SIS を実現してくれました。テレビをご覧の社長さん、今こそ SIS は NEC です。強く差が出る SIS。SIS は NEC。NEC。SIS は、どこと組むのがベストか。大成功を収めた我が社の場合は、NEC でした。社長の戦略ニーズを実現した、強力なアーキテクチャ、AVX、IDP3、RDB など、この NEC オフィスプロセッサーが、あ、そこの社長さん、NEC ですよ。どうしちゃう。強く差が出る SIS。SIS は NEC。NEC。NEC、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 春のシーライフフェア、勝手当てよう、名犬ティッシュ。NEC、NEC、お店に行こう。では、その件につきましては、うちの大江が98ノートで。ラムドライブですから、早いんですよ。おう。その、ラムドライブとやらは、なんだね。なんだね。なんだね。君、まずそれから説明してくれないかな。NEC98 ノート。これもラムドライブ。しかし、98ノートでご説明とはね。そりゃ、ごもっとも。いやー、ラブドライブがついてて、こんなに便利とは驚きましたな。そりゃ、ごもっとも。NEC98 ノート。これも、ラブドライブ。野村先輩、僕、ワープロ買おうと思って。じゃあ、アットプリンター付きがいいよ。アットプリンター？野村くん。あ、部長。企画者ありがとう。君、ワープロ早いね。じゃあ、お先。アットプリンターとにかく早いんだよ。ほんと早いね。ほんとに早いアットプリンター付き文豪ミニ 5RX、7RX。 昨日帰り買っちゃいましたよ。え、もう？あ、部長。NEC。
ワープロ買うならアットプリンター付きがいいよ。アットプリンター？とにかく早いんだよ。ほんと早いね。昨日帰り買っちゃいましたよ。え、もう？うわ、部長。アットプリンター付き文豪ミニ 5RX、7RX。パソコンがキャンパスのごとく、絵筆のごとく、楽器のごとく、アイデアを表現する身近なツールになり始めました。NEC では今年もグラフィックス、アニメ、サウンドなどパソコンで作った楽しい作品を募集しています。第4回 NEC パソコンアート大賞にふるってご応募ください。詳しくは 03-3401-5107 へどうぞ。 NEC。 まだないんですか、ファクシミリ。初めて使うならシンプル高機能 NEC スピークス5。決して後悔はさせませんよ。おー、オタクまだないんですか、ファクシミリ。どうです、思い切ってお買いになってみては。私の調査ではこの価格でこの世に素晴らしいファクシミリはございません。これこそあなたにふさわしい。初めて使うならシンプル高機能 NEC スピークス5。決して後悔はさせませんよ。おNEC。NEC 夏のシーライフフェア、買って当てようクジラジオ。NEC、NEC、お店に行こう。退屈な試合ですね、野村先輩。投手戦だからね。ところで先輩、今日買ったこのワープロ、例の速いやつですか？あのアットプリンター付きのだよ。へえ、アートプリンター。しかも3つの書体が使えるトリプルフォント内蔵。へえ、お店の人が勧めるんだよね。やっぱワープロは。あ、文豪ミニ 5RX、7RX 大好評。先輩大丈夫ですか？触るなよ。 NEC。 野村先輩が買ったこのワープロ、例のアートプリンター付きですか？そう、しかもトリプルフォント内蔵。へえ、お店の人が勧めるんだよね。やっぱワープロは。あ、文豪ミニ 5RX、7RX 先輩大丈夫ですか？触るなよ。3ヶ月もすればすっかりスリムですよ、課長。そうか、98ノートでカロリーコントロールですからね。はい、そういえばあれとあれだろ、あれにあれもやったよな。大丈夫ですよ、痩せることになってますから。そうか、痩せるか。はい、カロリー5人前ね。仕事じゃなくても NEC98 ノート。98ノートでカロリー計算だもんな。あんなにやったもんな。大丈夫ですよ、痩せることになってますから。痩せることになってるもんな。仕事じゃなくても98ノート。 I get off。 あげどふ、じゃじゃ寿司。 I get off train。 あ、NEC の夢中人野口くんの手掛けた技術なら I get off。 私は降りますと、もっと自由にいろいろな人と会話が楽しめそう。あともうちょっとです。 Oh, almost。 いつだって夢が原動力 NEC。 こんな格好で使えるパソコンないのかな。NEC の夢中人足立さんたちは発想の枠を広げて、今いろいろなデザインのパソコンにチャレンジしています。例えばこんな感じ。これがニューモードです。いつだって夢が原動力 NEC。 ほら、あのあたりなんか見えん？気のせいやろ。ほら、NEC の夢中人久世君は宇宙から海を、大地を、大気を見守る地球観測センサーを作っています。見える？うん、見える。ほら、よく見えますよ。いつだって夢が原動力 NEC。 あ、あの人だってこれだけでピンとくるのはどうして？NEC の夢中人佐藤くんは、より人間の目に近づくため人の顔を見分ける技術を研究しています。例えば100人の中から1人を、
0.1 秒足らずで見分けます。田中さんです。ピンときました。いつだって夢が原動力 NEC。 ショットとかパットとか調子の悪い時あるでしょ。私って本当に調子悪いよね。全てがアンラッキーなんだよって言ったら、じゃあアンラッキーと友達になればいいじゃないっていう言葉がね、すごく頭に残ってたのかな。心の触れ合う世界広げたい。コンピューター&コミュニケーション NEC。 たとえどこにいても感じ合える、見えない想いが形になって笑顔時間も場所も飛び越えて、気持ちが伝わる、心が伝わる、もっと楽しく、もっと自由に広げたいね。コミュニケーション NEC。時間も場所も飛び越えて、気持ちが伝わる、心が伝わる、もっと楽しく、もっと自由に広げたいね。コミュニケーション NEC。 Je vous annonce que débutera le 1er septembre la plus grande manifestation mondiale qui réunira des voitures et des hommes。 1万6000キロを走破する28日間、第1回パリモスクワ北京マラソンレイド。Une nouvelle aventure avec un mélange exceptionnel des religions, des cultures et des races。 言葉も国境も超えた冒険。 Sai Cheng Pekin。 NEC が応援します。幕張へ。ズバー、いざ幕張へ。ではアットプリンターやります。ウィーンウィーン。次はスーパーアットプリンターやります。ウィーウィーウィー。アットプリンターからスーパーアットプリンターへ、さらに早く、さらに美しく、新しい文豪ミニシリーズ平成書体つきました。次は平成書体やります。NEC。 アットプリンターやります。ウィー。次はスーパーアットプリンターやります。ウィーウィー。スーパーアットプリンター登場、文豪ミニシリーズ。 A B C D N E C O P Q H N E C 商売繁盛 N E C O P Q H N E C 恵比寿大国 N E C O P Q H N E C。 うちはまだです。え、オフ。A B C D N E C、 恵比寿大国 N E C、 O P Q H N E C、 うちはまだなんですよ。え、 N E C。
球市民グローバルシチズンズ、これが私たち NEC が目指すコミュニケーションの理想です。国境を越え、言葉を超えて、もっともっと人と人とがつながり合える地球市民の時代、そんな時代を私たちは今 C&C 技術をベースに実現しようとしています。スイス、ジュネーブ、今年も最先端通信機器の祭典テレコム91が開催されました。 NEC はこのテレコム91でも地球市民の時代に向けて独自の提案を全世界に発表しました。地球的規模で一人一人がパーソナルにつながり合い、生きている素晴らしさを分かち合うために、 C&C for Global Citizens、 NEC は C&C を通して地球市民の時代に貢献していきます。グローバルシチズンズ、国境を越え、言葉を超えて、 C&C をベースにもっと人々がつながり合える、これが NEC の目指すコミュニケーションの理想です。スイス・ジュネーブで開催された通信機器の祭典テレコム91、 NEC はここでも地球市民の時代に向けて独自の提案を全世界に発表しました。地球的規模で一人一人がパーソナルにつながり合い、生きている素晴らしさを分かち合うために、 C&C for Global Citizens NEC です。バザールでござる、バザールでござる、 NEC のお店に行くでござる、トーキーでござるが当たるでござる、いやバナナだ、でも寄り道はいけないでござる、でも目の前のものには弱いでござる、バザールでござる、バザールでござる、バザールでござる、今日こそ NEC のお店に行くでござる、トーキーでござるが当たるでござる、いやまたもやバナナだ、でも寄り道はいけないでござる、でもやはり目の前のものには弱いでござる、バザールでござる、バザールでござる、バザールでござる、 NEC のお店に行くでござる、トーキーでござるが当たるでござる、いやバナナだ、でも寄り道はいけないでござる、でも目の前のものには弱いでござる、バザールでござる。あの98ノートがカラーになった、すると、わあカラーだ、綺麗で見やすいとか、わあすっごい、やっぱりカラーはいいわね、などと言われ、大江くん素敵となるかもしれない。NEC 98ノートカラーデビュー、一歩先行く98シリーズ、 NEC 98ノートがカラーになった、すると、わー綺麗、やっぱりカラーはいいわね、などと言われ、大江くん素敵となるかもしれない。98ノートカラーデビュー、 NEC。 私たちウェザーキャスターが晴れだの曇りだの自信たっぷりにお伝えできるのは、ひまわりのおかげなんです。宇宙から地球の気象状況を監視するひまわり、 NEC の C&C 技術によって送られてくる映像で、いつも天気予報は新鮮で正確です。明日も頼んだよ、いつもあなたのそばに NEC。どうしても聞きたい、どうしても会いたい、どうしても行きたい、そんなあなたの熱い思いに NEC は応えたかった。電話一本で、そして街角から、思い立った日にいつでも行きたいコンサートのチケットが手に入るチケッティングシステム、ここにも NEC の C&C 技術が生きています。常に平均1万4000公演、そして約870万席をコンピューターに登録、
このシステムを通じて私たちは8年間で約1億人の熱い思いを叶えるお手伝いをしてきました。いつもあなたのそばに NEC。 どうしても聞きたい、どうしても行きたい、あなたの熱い思いに NEC は応えたかった。電話一本で、そして街角からいつでも行きたいコンサートのチケットが手に入るチケッティングシステム。ここにも NEC の C&C 技術が生きています。いつもあなたのそばに NEC。 NEC ニュースアングル。衛星放送時代の幕開け、国産人工衛星の約3分の2を担当した NEC はユリ3号を製作。今日も3万6000キロの上空で活躍しています。衛星放送を支えているのも C&C の技術です。スクールイメージの向上に大きな役割を持つ制服をコンピュータがもっと楽しく、もっとおしゃれに、応用自在の NEC デザイン支援システムの開発が期待を集めています。第2回 NEC スーパータワーコンサートが開催されました。集まった地域の人々の間では早くも第3回目のコンサートとの声が高まっています。いつもあなたのそばに NEC。 あの PC98 でビジネスを変えた NEC がまた日本のビジネスを変えようとしている。ユニックスワークステーション EWS4800 シリーズ、目にも鮮やか。このグラフィックスパワー、秒数千万回の命令をこなすこのスピード、世界のコンピュータをリアルタイムで結ぶこのオープンネットワークパワー、 NEC の EWS4800 シリーズ、これはまさに、まさに第二のビジネス革命であります。 NEC。 NEC がまた日本のビジネスを変えようとしている。このグラフィックスパワー、このスピード、このオープンネットワークパワー、 NEC の EWS4800 シリーズ、まさに第二のビジネス革命であります。 NEC。 バザールでござる、バザールでござる、 NEC のお店に急ぐでござる、おんぶでリュックが当たるでござる、でもロープで渡るのは怖いでござる、やっぱり地道に歩くでござる。あー、バザールでござる、バザールでござる、バザールでござる、ともかく NEC のお店に近づいたでござる、おんぶでリュックが当たるでござる、それにしてもロープで渡るのは怖かったでござる、今度こそ地道に歩く。あー、バザールでござる、バザールでござる、バザールでござる、 NEC のお店に急ぐでござる、おんぶでリュックが当たるでござる、でもロープで渡るのは怖いでござる、やっぱり地道に歩くでござる。あー、バザールでござる。新しくなったスピークス5をご存知ですか？まだご存知ない？そらいけません。こちらシンプル高機能スピークス 5E、 こちらさらに高機能スピークス 5EX、 どちらもあなたのお役に立ちますよ。 E と EX、 新しい、新しいスピークス5シリーズ、ファクシビリなら NEC ですよ。おほほほ、 NEC。新しくなったスピークス5ご存じないんですか？じゃあ E と EX、 新しい、新しいスピークス5シリーズ、ファクシミリなら NEC ですよ。おおNEC。 文豪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 、平成初代で文字が綺麗です。部長、企画書ができました。綺麗な文字だね。企画はやり直し。文豪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 、平成初代で文字が綺麗です。平成初代搭載文豪ミニ 5SX。文豪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 の音は賢い小型です。あ、部長、小さいワープロだね。文豪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 の音は賢い小型です。賢い小型 NEC 文豪ノート新登場。 NEC。 文豪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 、平成初代で文字が綺麗です。部長、企画書ができました。文字は綺麗だね。文字は文豪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 、平成初代で文字が綺麗です。平成初代搭載 NEC 文豪ミニ 5SX。NEC ニュースアングル。
半導体から自動車の部品まで幅広い分野で数多く利用されているレーザー加工装置、暮らしを支える NEC の先端テクノロジーの一つです。愛される商品とは、人に優しいデザインとは、21世紀に向けたプロダクトデザインの開発に NEC は取り組んでいます。NEC では初めての展示パソコンブレイルパートナーを製品化。 PC 版とつないでコミュニケーションの輪が広がります。日本中の人と友達になれたら本当にいいと思います。お、友達ですねいつもあなたのそばに NEC。 低気圧の動きが大変速くなっています。こんな時は天気の回復も早いですから、明日は穏やかな日和が期待できそうです。ちょっと待った、穏やかな晴れというのは気をつけないといけないんです。急いではいけません。晴天はことを潜んじる。だけど文句なしの洗濯、布団干し日和、そしてお出かけ日和です。明日は北海道から沖縄まで日本中いいお天気ですよ。まあ明日は傘の心配は全くありません。私たちウェザーキャスターが晴れだの曇りだの自信たっぷりにお伝えできるのはひまわりのおかげなんです。高度約3万6千キロメートルの宇宙から1時間ごとに地球の気象状況を監視する気象衛星ひまわり。 NEC の C&C 技術によって送られてくる映像で、いつも天気予報は新鮮で正確です。ひまわり、明日も頼んだよ。いつもあなたのそばに NEC。 なぜ今98なのか。98こそ日本で一番売れているパソコンなのだ。だから安心なのね。しかも今が98を買うビッグチャンスだ。ホームでリュックだ。旅行券。運転手さん、 NEC のお店だ。オーライ98買うなら今がチャンス。ふざけんな。一人でお前は大きくなったつもりか。親父の楽しみはよ、釣りだけか。お前の心は、割れたガラスの。よし、キハチ面白いね。置いたの置いた。今日私の番だよ。うるせえ、早く寝ろ。何怒ってんの兄ちゃん。知らずに生きてたこと、寂しさ知らないままでずっと。なんだあいつ、まだ寝てんのか。マイクのお兄ちゃんから。胸が痛い。人の心を熱くさせる力もあります。 NEC のパソコン。お兄ちゃん頑張ってたよ。いつもあなたのそばに NEC。 ふざけんな。一人でお前は大きくなったつもりか。親父の楽しみはよ、釣りだけか。疲れた時でもお前へ。よし、キハチ面白いね。置いたの置いた。今日は私の番だよ。うるせえ、早く寝ろ。夜なんてないのさ、胸が痛い、胸が痛い、心が。なんだあいつ、まだ寝てんのか。はい、これお兄ちゃんから。胸が痛い。人の心を熱くさせる力もあります。NEC のパソコン。いつもあなたのそばに NEC。 日本を飛び立った鶴たちは一体どこまで行くのだろう。人工衛星や最先端の科学技術を駆使して鶴を追い、その生態を知ることは地球の自然環境の在り方を学ぶことです。
国境を越えたこの壮大な研究に世界中の期待が集まっています。地球環境を見つめたテクノロジーを通じて私たち NEC は人間と自然の豊かな関係を目指します。いつもあなたのそばに NEC。 日本を飛び立った鶴はどこまで行くのだろう。人工衛星で鶴を追い、その生態を知ることは自然環境の在り方を学ぶこと。 NEC は地球環境を見つめたテクノロジーを通じて人間と自然の豊かな関係を目指します。いつもあなたのそばに NEC。 ファクシミリでパリソルと愛になるライク愛。ファクシミリでパリソルと愛になるライク愛。場所を取らないレーザー普通紙ファクシミ、一目でわかる Like I NEC。 ファクシミリでパリトルと愛になる Like I。 場所を取らないレーザー普通紙ファクシミリ、一目でわかる Like I NEC。 NEC ニュースアングル。NEC ではバイオテクノロジーを駆使した半導体バイオセンサーを開発中。家庭での健康管理、環境監視、食品検査などの幅広い分野への応用が期待されています。 NEC の自動通訳システムがまた一歩前進。 What can I look at in Kyoto? 私は京都で何を見ることができますか。日本語英語館はもとよりフランス語スペイン語への通訳が可能になりました。自然との調和を大切にしたい。大月工場ではフロンの全廃をはじめ工場排水を一切出さないシステムを実現。さらに女性チームビューティフルクリーンプロジェクトを結成し、より良い環境づくりを目指します。緑が多くて自然が綺麗だから、いつまでも大事にしたいですね。いつもあなたのそばに NEC。 NEC ニュースアングル。コンピュータ画面に人間が入り込む、バーチャルリアリティが話題を呼んでいます。日本で、アメリカで、ヨーロッパで一つの車を一緒にデザインできたら。 NEC では一歩進んだネットワーク対応型のシステムを開発しました。 NEC のパソコン通信 PC 版で小説の書き下ろしが毎日連載で楽しめるオンラインマガジンがスタートしました。小説を楽しむ全く新しいスタイルとして注目されています。初めての人でも気軽にコンピュータグラフィックスが楽しめる NEC の電子工房。子供から大人まで、訪れる人全てがアーティストになれる創造刺激空間です。楽しい。おもろい。いつもあなたのそばに NEC。バザールでござる、バザールでござる。 NEC のお店へ行くでござる。親子でクロックが当たるでござる。いや、川だ。川を渡るのは無理でござる。でも最後まで諦めないでござる。バザールでござる。今時の井戸端会議です。 NEC の夢中人加藤さんは社員同士のパソコン通信フォーラムの仕掛け人です。働く女性の子育て情報や仕事を楽しく続けるためのノウハウなど、みんなの知恵で一人一人をバックアップするネットワークです。人の輪広げています。わあ、いつだって夢が原動力 NEC。 こんな時ここに気を取られる私です。 NEC の夢中人土屋さんはコンピュータの目で安全運転を考えています。それは人の目の届かない情報まで識別する画期的なシステムを目指しています。つまり、おお、こうならないように頑張ってます。いつだって夢が原動力
NEC。 文豪の音は賢い小型です。あ、部長、小さいワープロだね。文豪の音は賢い小型です。賢い小型 NEC 文豪ノート新登場。98回に行こう。これください。一家に一台98シリーズ、ソフト充実便利です。買ったよ。音楽だ、勉強だ、ゲームだ、パソコン通信だ。 NEC。 ねえ、音にも形があるのかな。 NEC の夢中人藤井さんは、音を楽しむのが音楽だと考えました。それは色をつけたり動かしたりのテクノロジーコーディネーションです。ほら、コンピューターだって IQ あるでしょ。いつだって夢が原動力、 NEC。 この情報化社会、プライバシーが気になります。 NEC の夢中人佐古さんは、得意の数学を生かして便利な電子の鍵を作っています。それは数字を立ちどころに組み合わせて作り、スーパーコンピュータでも解読に1万年はかかるほど安全です。そう、数学が社会のキーなんです。いつだって夢が原動力、 NEC。 Je vous annonce que débutera le 1er septembre la plus grande manifestation mondiale qui réunira des voitures et des hommes。 1万6千キロを走破する第1回パリ、モスクワ、北京マラソンレイド。Une nouvelle aventure avec un mélange exceptionnel des religions, des cultures et des races。 言葉も国境も超えた冒険。最初演が北京。 NEC が応援します。98回に行こう。パソコンだ。これください。財布忘れた。一家に一台98シリーズ、使いやすくて便利です。98回に行こう。買ったよ。まだかな。みんなのパソコン98シリーズ、ソフト充実便利です。音楽だ、勉強だ、ゲームだ、パソコン通信だ。バザールでござるのお店でどうぞ。NEC ニュースアングル。半導体製造時の排水を微生物の力を利用してきれいにする、環境を大切にする NEC のバイオテクノロジーが進展中です。NEC ではコンピュータや通信ネットワークなど情報環境の問題を解決するためにソリューション21を発表。21世紀に向けた経営情報戦略がビジネス庁でも紹介されました。先端技術で競馬を見る、知る、楽しむ、ユニークなアミューズメントミュージアム、競馬博物館。ここでも NEC の先端テクノロジーが生きています。とっても楽しかったです。一日いても飽きませんね。いつもあなたのそばに NEC。どんなに遠くに離れていても、やっぱり日本のことが気になります。日本のことを知りたい、日本の新聞を読みたい、そんな気持ちに NEC は応えたかった。衛星を経由してその日の日付の新聞をお届けする新聞紙面国際伝送システム、ここにも NEC の C&C テクノロジーが生きています。世界中で今日も日本と同じ記事に人々が笑い、泣き、感動しています。いつもあなたのそばに NEC。 どんなに遠くに離れていても日本のことが知りたい、そんな気持ちに NEC は応えたかった。衛星を経由して世界中にその日の日付の新聞をお届けする新聞紙面国際伝送システム、ここにも NEC の C&C テクノロジーが生きています。いつもあなたのそばに
NEC. Je me trouve maintenant sur la terre de l'Eurasie. Septembre 92, notre route pour Pékin sera ouverte après de nombreuses difficultés. Une nouvelle histoire de l'humanité démarre ce jour. この星で一番遠いゴールを目指す第1回パリモスクワ北京マラソンレイド。北京、attend Paris. NEC が応援します。ユーラシアの西と東を結ぶ1万6000キロ。新しい地球を伝説が駆け抜ける。この星で一番遠いゴールを目指す第1回パリ・モスクワ・北京マラソンレイド。NEC が応援します。小さな包みに託した思いをスムーズにできるだけ早く届けたい。そんな世界中の一人一人の変わらぬ気持ちに NEC は応えたかった。一日150万個を超える荷物を地球サイズで配送する国際宅配システム。ここにも NEC の C&C テクノロジーが生きています。一番早く一番安全に届けるために、託された荷物が送られてから届くまでを常に監視。小さな荷物に託したあなたの思いを NEC は地球の隅々まで見つめ続けます。いつもあなたのそばに NEC。 小さな包みに託した思いをスムーズに早く届けたい。そんな世界中の一人一人の気持ちに NEC は応えたかった。一日150万個を超える荷物を配送する国際宅配システム。託された荷物が送られてから届くまでを常に監視。ここにも NEC の C&C テクノロジーが生きています。いつもあなたのそばに NEC。 NEC ニュースアングル。炭素原子60個がサッカーボール状に結合した新物質 C60。 NEC では超電導をはじめとし新エレクトロニクス材料としての可能性に着目、研究を続けています。はい、そのスタジオに98ノートあります、ね、NEC がラジオ番組と共同して作った主婦のパソコンネットワークハイライフクラブ。主婦100人がパソコン通信を使って積極的に番組に参加しています。一年に一度のパソコンアートのお祭り、 NEC パソコンアートフェスティバル92が開催されました。2563本もの応募作品が集まり、大盛況の中第5回パソコンアート大賞が発表されました。子供に目のあるものを作ってみました。いつもあなたのそばに NEC。 こんにちは皆さん、 NEC のパソコンフェア92幕張メッセで開かれる。地球の未来は幕張に21世紀現る NEC。 売れなかれてるセミナーか、 NEC のパソコンフェア92幕張メッセで開かれる。あ、幕張に21世紀現る NEC。面白い印刷か、面白いな。先生、原稿の方は？あ、やってます、やってます。今度の文豪ミニは、文豪面白い印刷。本当に面白いな。先生。やってます、やってます、やってます。今度の文豪ミニは、文豪面白い印刷。先生。先生。あ、また逃げた。NEC 文豪ミニ 5SH 新発売。ズバリ、使いやすい。NEC。面白い印刷か、面白いな。先生、原稿の方は？あ、やってます、やってます。やってます、やってます。文豪面白い印刷つきました。NEC 文豪ミニ 5SH 新発売。ズバリ、使いやすい。
NEC ニュースアングル。産業用ロボットのイメージを大きく変えた NEC の NR266。 従来の用途ばかりでなく、食品加工や医療など幅広い分野への応用も期待されています。社員のアイデア募集をきっかけにニュービジネスの芽を育てバックアップする NEC。 社内起業家誕生まであとわずかです。視覚や聴覚に障害を持つ人のための NEC 真心コミュニケーション、伝言、朗読、インフォメーションサービスなど、ファックスを通じたコミュニケーションのお手伝いをしています。いつもあなたのそばに NEC。バザールでござる、バザールでござる。 NEC のお店に行くでござる。親バック、子バック、孫バック、ひ孫バックが当たるでござる。あとは下るだけでござる。人生食われば楽ありでござる。ああ！バザールでござる。映像もサウンドも情報もこれ一台。ご紹介します。NEC 98マルチ。変なパソコン98マルチ誕生。NEC。どんなにいい色してても、どんなにいい音してても、ローストチキンは、作れない。変なパソコン98マルチ誕生。 NEC。 NEC ニュースアングル。 NEC では原子レベルでの記録ができる次世代メモリ技術を開発しました。切手1枚の大きさに新聞400万ページ分もの情報が、将来のコンピュータ用メモリなどとして期待されています。コンピュータの画面上でいろいろなメイクが試せるイメージコーディネーター。メイク落としせずに何種類ものメイクを同時に比較でき、女性の化粧品選びが楽しく便利になりそうです。 NEC パソコンフェア92が開催されました。話題の98マルチなど最先端機器を展示、パソコンの様々な使い方を15万人が体験しました。パソコンってすごい親しみやすいですね。いつもあなたのそばに NEC。 映像もサウンドも情報もこれ一台。ご紹介します。 NEC 98マルチ。変なパソコン98マルチ誕生。 NEC。 いらっしゃいませ。ファクシミリお探しですか？それならスピークセブン、まとめて送れる自動休止、名前でダイヤル電子電話帳、秘密を守る書箱受信もついてます。スピークセブンを選ぶのはもう世間の常識ですよ。常識ですよ。シンプル、さらに高機能、選ぶならスピークセブン。常識ですよ。 NECNEC の98マルチは迫力のサウンド。迫力のサウンド。変なパソコン98マルチ誕生。 NEC。 98マルチに負けるとかなり悔しい。変なパソコン98マルチ誕生。 NEC。98マルチは仕事が丁寧、仕事が早い、仕事がうまい。しかし仕事が全てかというと、変なパソコン98マルチ誕生。 NEC。 NEC のユニックスワークステーション、オープンシステムで四方八方のコンピューターを統合。4発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 、四方八方のコンピューターへデータを分散。4発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 、世界のコンピューターを結び、あらゆるビジネスをパワーアップ。今あるシステムをさらに強くする NEC のユニックスワークステーション4発。ユニックスは NEC の4発。 NEC。 98マルチのマウスは普通のネズミより落ち着きがない。変なパソコン98マルチ誕生。 NEC。
PC 版で読む、 PC 版に聞く、 PC 版で探る、 PC 版で学ぶ、買う、遊ぶ、動く。 NEC が開発したパソコン通信サービス PC 版。オフィスから、自宅から、旅先から、公衆電話から、そして海外から、いつでもどこでも欲しい情報を使いこなせる PC 版。この7年で50万人以上の人々のコミュニケーションを、生活を変えてきました。 C&C テクノロジーは今24時間の生活ツールに。いつもあなたのそばに。 NEC PC 版で読む、 PC 版に聞く、探る、買う、動く。 NEC が開発したパソコン通信サービス PC 版。オフィスから、公衆電話から、そして海外から、いつでもどこでも欲しい情報が手に入る。 C&C テクノロジーは今24時間の生活ツールに。いつもあなたのそばに。 NEC 新しい98ができました。 486CPU を積んで、性能と価格のバランス、つまりコストパフォーマンスがすごく良くなりました。しかも便利な Windows がもっと気持ちよく使えます。噂のパソコン98ペロ、98メイト新登場。NEC 新しい98はコストパフォーマンスがすごく良くなって、 Windows が気持ちよく使えます。速さは力、98ペロ、98メイト新登場。 NEC レモンという字が書けますか？たった5文字のアルファベットが日本語なら35画。これが日本語の世界。7000字を超える膨大な日本語の処理を高速で行う仕組みを NEC は最初から本体に組み込みました。英語での処理を前提にしたパソコンとの地層の違いがここにあります。日本語のスクロールスピードを比較するとご覧の通り、出発が違う、地層が違う。98誕生から10年、ソフトウェアは15000種、国内シェアは第1位。速さは力をモットーに、あらゆるニーズにお応えしてきた NEC から、日本語をさらに使いやすくした98フェロー、98メイト新登場。いつもあなたのそばに。 NEC レモンという字が書けますか？5文字のアルファベットが日本語なら35画。膨大な日本語の処理を高速で行う仕組みを NEC は最初から本体に。日本語のスクロールスピードを比較するとご覧の通り、98誕生から10年、速さは力をモットーに、あらゆるニーズにお応えしてきた NEC から、98フェロー、98メイト新登場。いつもあなたのそばに。 NEC NEC ニュースアングル。電波で地上を観測する合成開口レーダー、 NEC ではセスナ機に搭載できる小型合成開口レーダーを開発しました。火山活動の観測や海難事故の救助などに活躍が期待されています。 NEC では人の緊張状態を計測し、それに合わせて変化する人工現実感を作り出すことに成功しました。スキートレーニングなどへの利用が広がりそうです。 NEC スーパータワーで国際宇宙年記念シンポジウムが開催されました。日本人初の宇宙飛行士も参加、北九州と結んで宇宙への熱い思いが語り合われました。いつもあなたのそばに。 NECバザールでござる、バザールでござる。 NEC のパソコンを買うでござる。好きにしてちゃぶ台が当たるでござる。それにしてもエスカレーターは早いでござる。時は金なり、タイムイズマネー。あ、財布忘れた。バザールでござる。 NEC の98は独自の回路と高速 CPU で日本語表示が
早い98フェロー98メイト NEC の98は専用 LSI でグラフィックが早い98フェロー98メイト NEC の98はウィンドウアクセラレーターボードでウィンドウが早い早いパソコン98フェロー98メイト新登場 NEC。 初めて言葉を覚えた日から私たちは知らず知らずのうちに日本の文化を身につけてきました。日本語で読み、日本語で聞き、日本語で考え、日本語で表現する。日本語で読み、日本語で聞き、日本語で考え、その日本語をどこまでも使いやすくしてきたのが NEC の98、あなたのパソコンです。 NEC。 面白い印刷か、面白いな。先生、原稿の方は？あ、やってます、やってます。今度の文豪ミニは文豪面白印刷。本当に面白いな。先生、やってます、やってます、やってます。今度の文豪ミニは文豪面白印刷。先生、先生、あ、また逃げた。 NEC 文豪ミニ 5SV 大好評。ズバリ使いやすい。 NEC。NEC の携帯型ファクシミリが世界最小として93年のギネスに認定。バッグに入る A4 コンパクトサイズ、携帯電話とつないで様々なところでの使用が可能です。今新しい情報が入りました。 NEC の技術がファクシミリの可能性をここまで広げました。いつもあなたのそばに NEC。最先端の映像技術でアートの世界が楽しめる愛知芸術文化センター。作品と解説をハイビジョン画面を通して検索できるマルチメディアをはじめ、さまざまなシステムに NEC の技術が生かされています。芸術をもっと身近に、もっと楽しくする NEC です。いつもあなたのそばに NEC。パソコンは Windows の時代だよ、コロンブスさん。 Windows なら98がいいよ、ガリレオさん。ということはこれからも98の時代だってことだね。さすが聖徳太子さん。 NEC 版 Windows は日本語が綺麗、しかもサウンドシステムで日本語で話す。日本の Windows 時代が98です。さすが98くん。 NEC。パソコンは Windows の時代だよ、コロンブスさん。 Windows なら98がいいよ、ガリレオさん。ということはこれからも98の時代だってことだね。さすが聖徳太子さん。日本の Windows 時代が98です。 NEC。 ゴダールでござる、ビネガーでござる、デッサンでござる、ショコラでござる、ジャンクロール、スモール、バザールでござる。バザールでござるの秘密が今明かされる。 PC98 秘密の小箱、 NEC のお店に来たれ。バザールでござるの秘密。監督、僕お掃除でござるが当たりました。おめでとう。それにしてもよくお似合いだね。どういう意味ですか？いや、いい意味で。ズバリズバリ使いやすい文房ミニ。今お掃除でござる当たります。監督、僕お掃除でござるが当たりました。まさかそれが欲しくて文房ミニを買ったわけじゃないだろうね。え、もちろん使いやすいからです。じゃあそれちょうだい。ズバリズバリ使いやすい文房ミニ。今お掃除でござる当たります。文豪ミニ。文豪ミニ。面白印刷。面白印刷。名刺印刷。名刺印刷。野村弘信。鈴木誠純。あ、野村です。あ、よろしくどうぞ。鈴木です。面白印刷。面白印刷。アイロン印刷。アイロン印刷。座布団に名前。T シャツに名前。名前入れると、かっこいいよな。かっこいいですよね。文豪面白印刷絶好調。文豪ミニ 5SV。ズバリ使いやすい。NEC。NEC パソコンフェア93幕張メッセで。未来を待ちぶせ NEC パソコンフェア93幕張メッセで。 NEC。
93幕張メッセで NEC Windows するなら98メイト。日本語で Windows。 Windows するなら98メイト。日本語がますます使いやすい。日本語で Windows するなら98メイト。正解。NEC Windows するなら98メイト。日本語で Windows。Windows するなら98メイト。日本語がますます使いやすい。日本語で Windows するなら98メイト。正解。NEC日本語でお話しできる98メイト。ダイエットしたいねん。声と絵で答えてくれる98メイトに聞いてみたら。朝のダイエットメニューを教えて。和、洋、中、どれにする。洋食。ハムエッグ、トースト1枚、507キロカロリー。もっと食べたい。レタス1枚、サービス。カツ丼追加。カロリーオーバーだよ。カレーはどうや。日本語で Windows するなら98メイト。ラーメンは。クリアッカー。NEC。ご苦労様。お父さん、98届いたよ。98が我が家にやってきた。娘がことのほか喜んでいる。そう、今日は子供の頃初めてテレビがやってきた日と同じだ。バスミ、あーずた、お、ちょっと貸して。ゲーム。あ、こんなに娘と近くで話し合ったのはいつ以来だろう。 NEC。ホンダのスピークスはキロキロカッター。ん？ん？キロ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 。このようにお困りの方にはキロ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 。今度のスピークスは届いたファックスをサッとカット、しかも丸まらない。さすがスピークスハイ。はい、キロキロ。他にもハイ機能がいっぱい。 NEC パーソナルファクシミリスピークスハイ新登場。ん？ん？キロ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 カッター。 NEC。キロ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 。今度のスピークスは届いたファックスをサッとカット、しかも丸まらない。さすがスピークスハイ。はい、キロキロ。 NEC スピークスハイ新登場。 NEC 今度のスピークスはキロキロカッター。ん？ん？キロ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 。このようにお困りの方にはキロ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 。今度のスピークスは届いたファックスをサッとカット、しかも丸まらない。さすがスピークスハイ。はい、キロキロ。他にもハイ機能がいっぱい。 NEC パーソナルファクシミリスピークスハイ新登場。ん？ん？キロ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 、勝った。 NEC。 猫は猫のままでいるとただの猫です。そう、猫以上にしたいと思うならオフィスサーバーです。NEC オフィスサーバーならパソコンワークステーション連携を標準サポート。あなたのデスクの猫、あ、いえ、パソコンにパワーを。今あるパソコン、今すぐつながる NEC オフィスサーバー。 NEC。 新聞号ミニは簡単バーコード入力。バーコード入力だと何か作りたくなるよね。監督、ちょっと時期外れですけど、クリスマスカードです。僕も時期外れですけど、初中見舞いです。新聞号ミニはカセットポン。カセットポンで連続印刷。ちょっと作りすぎちゃいましたね。ちょっとだけね。連続印刷カセットポン。しかもフルカラー印刷。簡単バーコード入力。文豪ミニ 5UV。ズバリ使いやすい。NEC。ねえ、牛トラ、うん。いやー、今年の年賀状は素晴らしい出来栄えだ。いい。それ、どう見てもイノシシに見えるんですけど。イノシシですよ。来年は犬。ねえ、牛トラ、うー、タツミ。でも大丈夫。文豪ミニなら簡単バーコード入力。もうできた。しかもカセットポンで連続印刷。年賀状なら文豪ミニ 5UV。ズバリ使いやすい。NEC。監督、イノシシ王ってどうするんですか？年賀状ですよ、来年の。来年は犬。犬？年賀状なら簡単バーコード入力。もうできた。簡単バーコード入力。文豪ミニ 5UV。ズバリ使いやすい。NEC。くじでござる、くじでござる。年末だからくじでござる。NEC の商品で一等賞、二等賞、三等賞を当てるでござる。こう見えてもくじ運は強いでござ。バザールでござる。年末だからくじ。NEC の48。それは新しい情報システムの中核。オープンシステム48。
それは世界のビジネスをネットワーク、リアルタイム48。それはビジネスの飽くなきスピードへの挑戦。 NEC のユニックスワークステーション48シリーズ、48フェア開催。 NEC デジタルブック創刊。読書がもっともっともっと面白くなる。フロッピーで読む本、 NEC デジタルブック創刊。読書をプレイしよう。 NEC NEC デジタルブック創刊。読書がもっと面白くなる。フロッピーで読む本、 NEC デジタルブック創刊。読書をプレイしよう。 NEC 何一桁間違えました？あったごまや。申し訳ありません。やはりこちらのミスです。大変申し訳ありません。少々待ちください。どうすんだよ、大至急処理必要だってよ。パソコンで直してください。今誰もいないんだよ。すぐ折り返しお電話いたします。はい。俺にできるわけないだろ。すぐ使える、すぐ力になる、新旧8メイト誕生。もっと間違いないの。新しい旧8で始めよう。 NEC 一桁間違えました。パソコンで直してください。できるわけないだろ俺に。すぐ使える、すぐ力になる、新旧8メイト。もっと間違いないの。新しい旧8で始めよう。 NEC ケンタがなんだか変わった。じゃん、超面白いゲーム作ったぜ。以前に比べて学校が楽しいらしい。ちょっとお姉ちゃんに手伝ってもらったけどね。先生そっくりじゃん。ケンタは学校で98大将なのよと私に教えてくれた。ほらすごいね。なるほど、98大将か。NECとうとうパソコン買っちゃったんですよ、98マルチ。いろいろできるっていうし、この間話しましたよね。ええ、会社に初めて。娘も今学校でやってるっていうから教えてやろうと思ってるんですよ。違うって、もう一回やり直し。わかってるよ、ここでしょ。お待たせいたしました。お待たせいたしました。ご挨拶代わりにまずすぐできる、すぐ楽しい98マルチ面白い。 NEC違うって、もう一回やり直し。わかってるよ、ここでしょ。お待たせいたしました。お待たせいたしました。すぐできる、すぐ楽しい98マルチ面白い。 NEC 違うって。あー来るか。木に当たりましたね。すぐできる、すぐ楽しい98マルチ NECとうとうパソコン買っちゃったんですよ、98マルチ。いろいろできるっていうし、この間話しましたよね。ええ、会社に初めて。娘も今学校でやってるっていうから教えてやろうと思ってるんですよ。違うって、もう一回やり直し。わかってるよ、ここでしょ。 Welcome to Alice in Wonderland。 キちゃん、これどうしたらいいの、この場合ね、どうしたらいいのこれ。すぐできる、すぐ楽しい98マルチ。これで英語もバッチリだね。サンキュー。 NECこっちでしょ。わかってるよ、父さん。あ、ここでしょ。 Welcome to Alice in Wonderland。 キちゃん、これどうしたらいいの、この場合。すぐできる、すぐ楽しい98マルチ。これで英語もバッチリだね。サンキュー。 NEC 赤ちゃん、元気。多摩市の看護婦、平野さんはパソコン通信 PC 版でベビー服を譲ってもらいました。あら、大きくなったわね。ベビー服をあげた吉田さんはPC 版で娘さんの家庭教師を見つけました。家庭教師になった大森くんは PC 版で彼女と知り合いました。 PC 版で人の輪が広がっています。いつもあなたのそばに。 NEC 携帯するなら NEC。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 携帯するなら NEC。 携帯するなら NEC。 携帯するなら NEC。 これが世界数十カ国で使われている高性能携帯電話。世界で、日本で携帯するなら NEC。
NEC。 バザールでござる、バザールでバザール。 NEC の商品でキパジャマチャパジャマ当たります。バザールでござる、バザールでバザール、バザールでござる。もうできた。ほら、簡単バーコード入力で引っ越しのお知らせ作っちゃった。え、お兄ちゃん部屋見つかったんだ。まだ。簡単バーコード入力、新聞号見に。もうできた。ほら、簡単バーコード入力で名刺作っちゃった。へえ、お兄ちゃん主任になったんだ。まだ。バーコードブックで簡単バーコード入力、いろいろできます。新聞号見に大好評。ズバリ使いやすい NEC。 もうできた。簡単バーコード入力で引っ越しのお知らせ作っちゃった。え、お兄ちゃん部屋見つかったんだ。まだ。バーコードブックで簡単バーコード入力、新聞号見に大好評。ズバリ使いやすい NEC。 もうできた。ほら、簡単バーコード入力で引っ越しのお知らせ作っちゃった。え、お兄ちゃん部屋見つかったんだ。まだ。簡単バーコード入力、新聞号見に。もうできた。ほら、簡単バーコード入力で名刺作っちゃった。へえ、お兄ちゃん主任になったんだ。まだ。バーコードブックで簡単バーコード入力、いろいろできます。新聞号見に大好評。ズバリ使いやすい NEC。 いつでもかかってこい。ん？どうした？どっからでもかかってこいよ。ん？ NEC から新しい携帯電話登場。こんなにスリムで長時間使えるタフなやつ。かかってきた。 NEC の新しい携帯電話、その名はジュアキー。携帯するなら NEC。 NEC。 いつでもかかってこい。どっからでもかかってこい。4月18日 NEC から新しい携帯電話登場。ジュアキー、早くかかってこい。 NEC。あ、もしもし、あ、私です。例の。いつでも、どこからでも、情報を自由にやり取りできる今。迅速に、アクティブに。ビジネスや暮らしの可能性が広がっています。街のあちこちで活躍する NEC の携帯技術です。いつも、あなたのそばに。NEC。カニでござる、おっととでござる。バザール三兄弟の夏祭り。お得でござる、チャンスでござる。当たる当たるよ、リュクド三兄弟。バザールでござる。今 NEC の対象商品を買うと、リュクド三兄弟が抽選で5000名様に当たります。当たるでござる。カニでござる、おっととでござる。バザール三兄弟の夏祭り、お店で開催中。バザールでござる。 NEC の商品でリュックド三兄弟当たります。キーちゃん、あの子誰？同じクラスの吉田くん。9801で何やってるの？占いしてるの。9801で？うん。さあ、二人の相性はどうかな？最高の相性です。どんな苦労を。キーちゃん、ちょっと向こう行っててくれる？彼に大事な話があるから、ね、すぐできる、すぐ楽しい9801。もう遅いから帰んなさい。あ、はい。NEC。 二人の相性はどうかな？最高の相性です。キーちゃん、ちょっと向こう行っててくれる？彼に大事な話があるから、すぐできる、すぐ楽しい9801。もう遅いから帰んなさい。あ、はい。 NEC。 メリーマルチメディアの世界を身近にする NEC のオフィスマーメイド。Should it be smaller? It may suit Japanese better. Hello, Ken. I knew you'd like to have this one, but how about this instead? 海外のスタッフとリアルタイムで仕事する。そんな新しいコミュニケーションがもうすぐ実現します。But it should be good. It looks beautiful. Mary, いつもあなたのそばに。NEC。地獄出張なんだから。任せてよ。现在是几点？今天是十点。すぐできる、すぐ楽しい9801。これで出張バッチリ。NEC。
驚きましたよ。9801って書いた文章を読み上げるようにもできるんですってね。会話もできるんですか。いや娘が面白がってやってるもんですからね。読み上げは、あ、それ聞いたの日記。大きくなったらお父さんみたいな人と結婚したいです。すぐできる、すぐ楽しい、9801。テレビも見られる9801新登場。 NEC 読み上げは、あ、それ聞いたの日記。大きくなったらお父さんみたいな人と結婚したいです。すぐできる、すぐ楽しい、9801。 NEC カニでござる、弟でござる、バザール三兄弟の夏祭り。お得でござる、チャンスでござる、当たる当たるよ、リクド三兄弟。兄はクロール、弟はスモール、おなじみバザール次男坊。性格バラバラ、違いはあるが、みんな揃ってバナナ好き。祭りでござる、祭りでござる、バザール三兄弟の夏祭り。あよいしょ、バザールでござる。今 NEC の対象商品を買うとリュックド三兄弟が抽選で5000名様に当たります。お店で開催中。デジタルブ新刊ソフト続々登場。クイズの答えもボタン一発、あっという間に大役も OK。 一手一手が全てわかる。デジタルブックだからもちろん98でも楽しめる。マルチプレイでいこう。 NEC デジタルブック。 NEC。岡本綾子、その数えきれない勝利は決して偶然ではない。一つの勝利を支えるために無限の努力がそこにある。勝利への近道なんかない。だったらチャレンジを楽しんでしまおう。その先にある未来へ、人と暮らしの可能性に NEC はマルチメディアで応えます。 NEC。 いつも前向きであること、いつもひたむきであること、彼女の生き方はどんな言葉よりも私たちに響いてくる。攻める道も逃げる道も前にしかない。だからチャレンジ。可能性の明日へ、人と暮らしの可能性に NEC はマルチメディアで挑戦します。 NEC。 まず私の方から総括的な話をさせていただきます。今回のプロジェクトのやる気プラスアルファキャンペーンの基本理念とつまり、具体的な内容については鈴木の方から。カラーが Windows がぐんと身近になりました。今度の98カラーノート、かっこいいね。そうっすか。パソコンだよ。 NEC。 これからのプリンタのこと、印刷を開始します。グラフィック印刷で約20倍の高速プリント、用紙をセットしてください。プリント状況が画面で見える、音声でわかる。印刷を終了しました。使いやすくなければもうプリンタとは呼べない。マルチメディア時代の本格ページプリンター、 NEC マルチライター。 NEC。 キロノブ君、引っ越しのハガキできた？はい、お父さん。カラーだ、こりゃすごい。文豪ミニならビデオから絵が取り込めるんです。ビデオキャプチャーって言うんです。ビデオキャプチャー。監督、本当できるんですか？
ほらできた。あ、カラーだ。文豪ミニならビデオから絵が取り込めるんですよ。なんて言うんですか？え、ビデオピッチャー。いや、キャッチャーかな。ビデオキャプチャー新搭載文豪ミニフルカラーで登場。ズバリフルカラー。NEC。1日2000件ものお問い合わせにお答えしている NEC パソコンインフォメーションセンターには15年前からのパソコンが揃っています。最新の機種はもちろん、長く大切に使ってくださるお客様のお問い合わせにもいつでもお答えできるように、あなたが NEC を手にした日から私たちはずっとサポートし続けます。あ、動きました。できること一つ一つ NEC。うむ、長いファクス好き目、キロキロしてやる。 NEC のスピークスなら、えい、キロ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 カッターで、おりゃー、長いファクスもきれいにカット。なおなお名乗り。ハイ機能ファクス新スピークス杯登場。留守電もついているのね。はい、しかもコードレスです。電話で選んでも3タイプ。じゃすご NEC。 パソコンフェアに行くんです。こんな人も、こんな人も、パソコンフェアに行くんです。パソコンフェアに行くんです。パソコンフェアに行くんです。みんなが主役のマルチメディアだ、 NEC パソコンフェア。どうぞこちらへ。 NEC。パソコンフェアに行くんです。こんな人も、こんな人も、パソコンフェアに行くんです。みんなが主役のマルチメディアだ、 NEC パソコンフェア。また会っちゃいましたね。 NEC。 パソコンフェアに行くんです。こんな人も、こんな人も、パソコンフェアに行くんです。みんなが主役のマルチメディアだ、 NEC パソコンフェア。君それ寝癖？ NEC。98マルチキャンビーへようこそ。喋った。わからないときは僕が説明するよ。これならお父さんはバッチリだよね。楽してパソコン。98マルチキャンビー。楽してパソコンか。ひろこちゃん、コンペになると上がっちゃうからな。ほら、ここ壁がないんだよ。課長詳しいんですね。次課長ですけど。え？楽してパソコン。98マルチキャンビー。はい、今日はおしまい。飲もう。NEC。ひろこちゃん、コンペになると上がっちゃうからな。ほら、ここ壁がないんだよ。課長詳しいんですね。次課長ですけど。え、楽してパソコン。98マルチキャンピー。はい、今日はおしまい。飲もう。 NEC。 休みなのに悪いね。でもちょっとテレビ見ない？課長、企画書明日までですよ。ちょっとだけ、ね、音もいいでしょ。楽してパソコン。98マルチキャンピー。次は楽に見よう。課長。 NEC。まあ、そうだね。クラスの吉田君にも教えてあげよう。キャンビーだとこのままファックスもできるんだよ。楽してパソコン。98マルチキャンビー。吉田君ちって確かドーナツ屋さん。 NEC。 98マルチキャンビーへようこそ。喋った。わからないときは僕が説明するよ。これならお父さんはバッチリだね。楽してパソコン。98マルチキャンビー。楽してパソコンか。まあ、そうだね。クラスの吉田君にも教えてあげよう。キャンビーだとこのままファックスもできるんだよ。楽してパソコン。98マルチキャンビー。吉田君ちって確かドーナツ屋さん。 NEC。 バザールでござる、バザールでござる。なぜこのイノシシを私追いかけるのだ。ふう、でも結果的には NEC のお店に近づいたでござる。ひっくり返してびっくりジャンパーを当てるでござる。あ、もしかしてあのイノシシも NEC のお店に行ったの。バザールでござる。イノシシスペシャル。ヒロノブくん、年賀状できた？お父さん、ちょうどいいところに。はい、笑って。フルカラー印刷は楽しくていいけど、わしが全然映ってない。フルカラーで年賀状、文豪ミニ、売れてます。NEC。ヒロノブくん、年賀状できた？お父さん、ちょうどいいところに。はい、笑って。フルカラー印刷は楽しくていいけど、わしが全然映ってない。文豪ミニなら、ビデオから簡単にお好きなシーンが取り込めます。やっぱり自分の年賀状は自分で作ろう。これはどうかな、これはどうかな、これはどうかな。でもやっぱりこれが一番だな。フルカラーで年賀状、文豪ミニ、売れてます。ズバリフルカラー。 NEC。 98マルチキャンビーへようこそ。
喋った。わからないときは僕が説明するよ。これならお父さんはバッチリだね。楽してパソコン。旧始まる実験日。楽してパソコンか。休みなのに悪いね。でもちょっとテレビ見ない？課長、企画書明日までですよ。ちょっとだけ。音もいいでしょ。楽してパソコン。旧始まる実験日。次は楽に見ようか。課長。NEC。NEC サイエンスメモ。グレゴリー・バーサミアンの作品を見ると人間の想像力の豊かさを感じます。私たち人類はいつの時代もクリエイティブな生き物でした。これはアルタミダの洞窟壁画。石器時代にも素晴らしいアーティストがいたんですね。昔からアジア各地に伝わる影絵芝居や周り道路、当時の人々の想像力とテクノロジーの結晶です。19世紀パリ市民を楽しませたのが初期の映写機。人間は時代時代で様々なアートを創作してきました。さて現代はテレビを見たり CD を聴いたりファックスやパソコン通信もできる980チキャンビーというマルチメディアパソコンがあります。まさに僕たちの想像力を広げてくれる最新テクノロジーの結晶です。番組の終わりにキャンビーに当たるクイズがあります。お楽しみに。 NECNEC サイエンスメモ。アルビン・ルシエは科学の力でオーロラを楽器に変えてしまいました。ピアノだって18世紀の最新テクノロジーを駆使した楽器なんです。そのピアノのルーツを探るとペルシャで生まれたサントゥールにたどり着きます。これがピアノの先祖なんです。アジアでも様々な楽器が作られ、奈良時代の日本に伝わったのが琴。昔から人々は美しい音色を求めていたんですね。ところでキャンビーを使っていろいろな音や音楽を集めてみました。サントゥールの演奏やルシエのオーロラの音楽もこの通り綺麗に録音再生できます。番組の終わりにキャンビーに当たるクイズがあります。お楽しみに。 NECNEC サイエンスメモ。蔡國強の表現手段は中国生まれの火薬。古代中国三大発明の一つです。破壊のテクノロジー火薬。戦だけでなく中国ではお祭りにも欠かせません。2番目は移動のテクノロジー羅針盤。これで世界各地へ旅行することが可能になりました。大航海時代を羅針盤が支えたわけです。3番目が通信のテクノロジー紙。紙を発明したと言われるのが蔡麟。彼の業績でコミュニケーションが一段と進歩しました。さて現代の代表的な通信のテクノロジーといえばファックスがあります。時代は紙からさらに進歩してコンピューター上からもファックスが送れるようになりました。番組の終わりにキャンビーに当たるクイズがあります。お楽しみに。 NECNEC サイエンスメモ。ホルヘ・オルタの F では光。光を巧みに使って芸術を作ります。この作品のキャンバスはシャルトル大聖堂。ここにも光のアートがあるんです。ヨーロッパで最も美しいと言われるステンドグラスがそれ。ステンドグラスで光は神秘的な輝きを持つようになります。西洋美術では光をどのように表現するかが大きなテーマとなっている絵画も多くあります。アーティストにとって光は永遠の課題なのかもしれません。ところでキャンビーを使えば素晴らしいアーティストの作品も違う楽しみ方ができます。今見ているテレビの映像をキャンビーの中に取り込んでビジュアルライブラリーを作ってみましょう。アートも文章と一緒にして分かりやすく残しておけるわけです。番組の終わりにキャンビーに当たるクイズがあります。お楽しみに。 NEC NEC サイエンスメモ。新宮進は見えない風を私たちに見させてくれます。昔から私たち人間は風の道を調べ巧みに利用し生活に取り込んできました。でも風は場所ごとに特徴があり千差万別だから新宮進は発表する場所の風を読んで作品を作ります。彼の彫刻はその土地ならではの風を優雅に表現しているんです。
さて、多彩な新宮進の作品を自分のフォトアルバムに付け加えたいと思いませんか。こんな楽しい思い出の写真の他にも、ほら、新宮進のタイトル付き写真集もキャンビーなら簡単に作れます。アルバムをパソコンで見れる時代なんですね。番組の終わりにキャンビーなたるクイズがあります。お楽しみに。 NEC NEC ビジュアルクイズ。これからお見せする映像はあるパソコンの部分を写したものです。モザイクで少し見づらくなっていますが、このパソコンの名前を当ててください。ではスタート。おっと、ここまで。さて、このパソコンの名前は？丸の中の言葉を当ててください。マルチメディアパソコンといえばすぐわかりますよね。正解者の中から抽選で5名の方にマルチメディアパソコンキャンビーを、その他ご覧の A コース B コース、いずれかご希望の商品をプレゼントします。はがきに正解と住所、氏名、年齢、職業および A、B、ご希望のコースをお書きの上、ご覧の宛先までふるってご応募ください。1月6日当日の決心まで有効です。 NEC、情報としてはまず開催場所です。マルチメディアの夢を語るより、マルチメディアの世界をこの手で作りたい。私たち C&C マルチメディア事業推進本部は、自分たちで手作りを重ねながら、さまざまな企業にマルチメディア事業を提案しています。今お祭り情報を制作中の私たち、撮影も編集もナレーション作りも自分たちの手で、でもこんな地道な一つ一つが確かにマルチメディアのドアを開いているはずです。NEC は大きな明日を作るため、小さな今日を積み上げています。できること一つ一つ NEC、情報としてはまず開催、私たちは手作りを重ねながら、さまざまな企業にマルチメディア事業を提案しています。今お祭り情報を制作中、撮影も編集も自分たちの手で、でもこんな地道な一つ一つが確かにマルチメディアのドアを開いているはずです。NEC は大きな明日を作るため、小さな今日を積み上げています。できること一つ一つ NEC。 バザールでござる、バザールでござる、この私を探してほしいでござる。え、いない？この画面のどこかにいるでござる。詳しくは NEC のお店で続きをどうぞ。あ、見つかった。バザールでござる、お探せ。今 NEC の商品を買うと日帰りコトランク当たります。文豪ミニを買った、ラブレターを作った、振られた、またラブレターを作った、結婚した、子供が生まれた、父母が同居した、妻が出た、手紙を書いた、妻が戻った、また子供が生まれた、引っ越した、余裕もできた、単身赴任した、文豪ミニだけはついてきた、一生懸命仕事した、認められた、栄転した、急に忙しくなった、家族も忙しくなった、人生ってなんだろう。簡単フルカラー印刷のある人生、文豪ミニ 5Z シリーズ売れてます。ズバリフルカラー NEC。文豪ミニを買った、ラブレターを作った、結婚した、子供ができた、父母が同居した、妻が出た、手紙を書いた、妻が戻った、転勤した、文豪ミニだけはついてきた。簡単フルカラー印刷のある人生、文豪ミニ 5Z シリーズ、ズバリフルカラー NEC。 今キャンビー触ってるのがうちの子なんです。今マウスクイックしたのがうちの子なんです。今キーボードを叩いてるのがうちの子なんです。楽してパソコンキャンビー。隣で見てるだけのがうちの子です。あ、そうですか。 NEC。吉田くんもキャンビー買ってもらったんだって。僕、キエちゃんに教わろうと思って。そういう場合はね、キャンビーに聞くの。僕が説明するよ。楽してパソコンキャンビー。じゃあまたね。じゃあまたね。 NEC。 今日キエちゃん修学旅行、やっとキャンビー一人占め。寝るときはお腹冷やさないように、パジャマはズボンの中に入れてね。楽してパソコンキャンビー。キエちゃん。 NEC。今キャンビー触ってるのがうちの子なんです。今マウスクイックしたのがうちの子なんです。今キーボードを叩いてるのがうちの子なんです。楽してパソコンキャンビー。お静かに授業中の今怒られてるのはうちのお父さん。今日はキエちゃん修学旅行、やっとキャンビー一人占め。寝るときはお腹冷やさない。
に入れてね。楽してパソコン、キャンディー。ケイちゃん。NEC。ラデキリコ NEC デジタルブックでプレイ中。新刊ソフトも続々登場。Excuse me。読み方、楽しみ方、自由自在。Hey, that's great。Yes, デジタルブック。本を情報を読む NEC デジタルブック。NEC。この子たちの上に降る雨は安全なのだろうか。川の水は、空気は、目に見えない大気、水質、環境に地上から空から目を凝らしている NEC があります。さまざまな最新の技術で地球の健康診断を、できること一つ一つ NEC。今キャンビー触ってるのうちの子なんです。今マウスクイックしたのうちの子なんです。今キーボードを叩いてるのうちの子なんです。楽してパソコン、キャンビー。お静かに授業中。今怒られてるのうちのお父さん。吉田くんもキャンビー買ってもらったんだって。僕、キエちゃんに教わろうと思って。そういう場合はね、キャンビーに聞くの。僕が説明するよ。楽してパソコン、キャンビー。じゃあまたね。じゃあまたね。 NEC。夏休み、夏休み、夏休み、ババルでござる。夏休み大作戦。今 NEC の商品で海辺でアロハ、寝るときパジャマ、略してパジャハ当たります。秘蔵メイキング CD ロム公開中。夏休み、夏休み、夏休み、ババルでござる。夏休み大作戦。今 NEC の商品で海辺でアロハ、寝るときパジャマ、略してパジャハ当たります。秘蔵メイキング CD ロム公開中。キエちゃん、ケーキ食べない？チェックなの。遊んでいかない？遊んで。キエちゃん、新しいキャンビーしない？うん、ソフトいっぱい。楽しいね。家族のパソコン新キャンビー。キエちゃん、一緒にお風呂入る。いや。 NEC。 キエちゃん、算数の成績上がったけど、お家で何かしてるの？新しいキャンビーで私がバッチリ教えてますから。あ、どうぞ。ソフトもいっぱい。家族のパソコン新キャンビー。これなら誰でもできますね。そうですね。ケイちゃん、ケーキ食べない？チェックなの。遊んでいかない？遊んで。ケイちゃん、新しいキャンビーしない？うん。家族のパソコン新キャンビー。ケイちゃん、一緒にお風呂入る。いや。 NEC。 ケイちゃん、算数の成績上がったけど、お家で何かしてるの？新しいキャンビーで私がバッチリ教えてますから。あ、どうぞ。ソフトもいっぱい。家族のパソコン新キャンビー。これなら誰でもできますね。そうですね。NEC。ナイスクリーム、元気でね。Come again。 また来るよ。毎日330機以上の飛行機が絶え間なく離着陸する成田空港。空の安全をサポートする航空管制システムに NEC の技術が生きています。何事もない毎日のために、技術が暮らしにできること、できること一つ一つ NEC。Why? Why are we able to do this? NEC 北米研究所では毎年地域の子どもたちを招いて科学の世界を体験するプロジェクトを開いています。世界中の子どもたちのなぜ、どうしてに応えたい気持ちの第一歩です。始めています。技術が好奇心にできること、できること一つ一つ NECExpress, express, express, express. Express server. それはパソコンの力を呼び覚ます。スピードが違う。パワーが違う。Express. PC ネットワークは NEC の Express server. Express. ビジネス戦略のスーパーショット。NEC.Express. Express. Express server. それはパソコンの力を呼び覚ます。PC ネットワークは Express server. Express. ビジネスのスーパーショット。NEC. Help! 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 小さな町の病院でも専門医の診断や指示を受けられたら、
NEC の画像通信技術がより的確な遠隔医療を可能にしました。広大なアメリカで始まっています。 Craig, he's ready for you now. 技術が命にできること、できること一つ一つ NEC。初めまして、新しい管理人の和久井と申します。かわいい、若い。新しい文豪ならマジカルバーコードであれもこれもうんと簡単、こんなにできちゃった。かわいい、きれい。マジカルバーコード搭載、文豪ザカラー新登場。 NEC 涙も夢もあなたの口づけ。Windows 95対応、いつも私のそばにいる98ノートライト NEC。 新しい管理人の和久井です。かわいい。新しい文豪ならマジカルバーコードであれもこれも簡単、こんなにできちゃった。きれい。文豪ザカラー新登場。 NEC 着席。それじゃあ出席を取って。先生、ページください。ファックスで送る。よし、スピークスで楽々しよう。楽々ファックスしよう。ハンドスキャナでそのまま送れる NEC のファックス電話、楽々しようスピークス新登場。先生からだ。30点。青春は楽じゃないぞ NEC。 涙も夢もあなたの口づけ。95対応、いつも私のそばにいる98ノートライト NEC。 日本をバージョンアップ。ベイビーイッツユー。聞こえた？変わるのあなたです。98で Windows 95 NEC。 日本をバージョンアップ。聞こえた？変わるのあなたです。98で Windows 95 NEC。 バザールでござる、バザールでござる、 NEC のお店に行くでござる。いや、クマだ。ここは一つ死んだふり。大変だ、誰か倒れてる。よし、助けよう。ん？バザールでござる。ココクエア95。今気分はすっかりバザールパーカー当たります。9号の扉は98が開ける。新しい98で Windows 95を誰よりも早く体験できる3日間、NEC パソコンフェア30日より幕張メッセにて。9号の扉は98が開ける。新しい98で Windows 95を誰よりも早く体験できる3日間、 NEC パソコンフェア幕張にて。新しい文豪ならネズミの映像を取り込んでマジカルバーコードであれもこれもうんと簡単。皆さんできました。若い。年賀状も楽しい、文豪ザカラー。また見れた。 NEC。 新しい文豪ならネズミの映像を取り込んであれこれ簡単。できました。すごい。年賀状も楽しい、文豪ザカラー。NEC。 先生、返事くださいね。ファックスで送る。よし、スピ
ピークスで楽々使用。ハンドスキャナーでそのまま送れる楽々使用スピークス新登場。来た来た。30点。青春は楽じゃないぞ。NEC。Baby, it's you. 知ってる？98で Windows95。11月23日いよいよ登場。日本をバージョンアップ NEC。 こいつで俺は新しくなる。ビジネスソフトとディスプレイを標準装備、98名とバリュースター新登場。いきなり使える NEC。 こいつで俺は新しくなる。ビジネスソフトとディスプレイを標準装備、98名とバリュースター新登場。いきなり使える NEC。 ピッピッピクティ、ピッ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 。カラープリンタは、カラープリンタは黒が閉まると、黒が閉まるとカラーが決まります。決まった。ワオ、色彩チャーミング。 NEC のカラープリンタピクティデビュー。年賀状もピクティで。 NEC。 カラープリンタは、カラープリンタは黒が閉まると、黒が閉まるとカラーが決まる。決まった。わお、 NEC のカラープリンタービクティデビュー。年賀状もね。 NEC。